かったな。これか。この地区で強豪って言われてる選手の試合の記録、大迫先生がくれた。研究と分析用に交代ができるからな。なあ、実際に相手と組んだ時の反応が変わる。全然違う。一回見とくと相手の動きのイメージが何パターンか浮かぶ。実際にそうきたら瞬間的に動けるように対応した練習をする。そうすると相手と組んだ瞬間、映像が頭の中に流れて、その後はイメージ通りに体が勝手に動く。すごいねじゃねえよ。お前も見とけ。お前の場合は分析だな。できるようになればその分強くなれるだろ。俺ら一番、俺が自覚してない癖とか弱点が絶対ある。見つけたとしても誰にも言うなよ。頼んだ。